伝統的な農業が受け継がれている町、アウトスカーツだよ。あれ、誰かと思えばスフェーン様じゃないか。今日はどんなご用で？おい、みんな、スフェーン様が来てるよ。パケネさん、元気そうで何より。でも新しい仕事には慣れた？へえ、王様だっていうのに随分国民たちと距離が近いのね。ラマチと似てるんじゃない？私と？距離が近いか。私がみんなのこと大好きだからそう見えるのかな。この国に暮らすみんなのことなら、どんなに些細なことだって知りたいと思うんだ。知れば知るほどますます好きになっちまうんだよな、文化も人も。そうそう、そういうこと。彼女、ここで慕われているのは間違いなさそうね。スフェーン様、いらしてたんですね。こちらの方々？トライオラの武王ウクラマトとその仲間の皆さん。障壁の外から来た人たちだよ。私の大事なお客様だから怖がらなくて大丈夫。なんと、外とつながったという噂は本当だったのですね。ウクラマト様がまだお若いということは、やはり。おっと、申し遅れました。私はこのアウトスカーツのまとめ役、ペポーレと言います。ペポーネ。オタグ、もしかしてヤースラニ荒野のトナワータ族か？ええ、もしかしてあなたはテッシャパニ出身のシャトナ族ですか？ああ、そうだ。オタグ、カフキワという人物を知らないか？カフキワさん？残念ですが、聞き覚えがありませんね。そうか、カフキワは俺のお袋なんだ。ヤースラニの住人が生きていると分かっただけでも朗報と言えるが。え、君カフキワさんの息子だったの？言われてみれば似てるかも。お袋を知ってるのか？まあ、そうだね。教えてくれ、あいつは今どこにいる？ごめん、ちょっとここじゃ言えないかな。後で必ず教えてあげるから少しだけ待っててくれる？ペポーネ、教えてくれ。あの日ドームが出現した時、サカトラルで何が起こったのか。ドーム、障壁が出現した日ですか？そうですね、確か。
数日前に起きた大地震で壊れた棚を修理していたんです。そのうちにまた揺れたと思ったら、あたり一面が光に包まれて、気づいたら全てが混ざっていたような、おぼろげな記憶で申し訳ありません。無理もないよ、30年も前のことだもん。どういうことだよ、30年前って。どうもこうも本当のことだよ。私たちは間違いなく天意から30年間生きてきた。君たちの時間とずれてる理由は私にもわからなくて、つい最近ゾラージャ王がヴァンガードを完成させたけど、それまで障壁の外には出られなかったし。とっくに死んだと思っていたお前をこの手で討ち取る機会を得ようとは、まさに強行だ。30年、だからゾラージャは親父がもう死んだものと。第一世界と原初世界でも時間の流れにズレはあった。次元の狭間っていう不確定な時空を挟むからだ。それと同じくこのドーム内でも時間の流れ方が外とは異なっていたのかもしれない。まだ断定はできないが、俺もその線を疑ってる。そうだとすると、ゾラージャが基地を作り原初世界と物理的につながったことで時間の流れもそちら側に同期したってところか。いずれにせよ、もっと情報が欲しいところね。ねえスフェン、少しこの街を探索したり話を聞いてきたりしてもいいかしら。もちろん、好きに見てきていいよ。ありがとう。じゃあしばらく自由に行動させてもらうわね。俺も顔見知りがいないか探してくる。私らも行こう。正直何が何だか分からねえけどよ、ゾラージャと戦う前にこの国について知っておきたい。そういうことでしたら、この町のなりわいを見学なさってみてはいかがですか。ここではトナワータ族の農法にアレクサンドリアのエレクトロープ技術を合わせ、革新的な農業を実践していましてね。私も一緒に行く。スフェーン様、何もあなた様まで。大丈夫大丈夫、仕事の邪魔はしないからね。やれやれ、いつものこととはいえ、くれぐれも気をつけてくださいよ。はーい、じゃあ決まりね。二人とも、私が案内するからついてきて。まだあいつを完全に信用したわけじゃねえけど、少なくとも民を大切にしてるってことは間違いなさそうだな。
ー。